はい、皆さんこんにちは、岡本一郎です。本日は2022年1月24日ですね。1月24日、2022年に、ね、なって、今年になってからはまだ1回もね、神西といってね、あの新幹線車両センターって新潟のね、東区にあるんですけども、そこに行ってないのでですね、MAX がね、まだ1台あるっていうね、話が、噂があるので、MAX、まあ、解体してる最中か、まあ、ちゃんと原型がある状態か分かりませんが、これね、右側、一応ね、表門の方も来てみたけれども、ね、こっちの方はね、止まってないですね。見える範囲には新幹線はいないんで、ここはスルーして東新潟駅にね、行ってみようかなと思います。ここからはちょっと何にも新幹線見える範囲ではいないですね。今日はね、新幹線車両センターがね、もう今走ってるところの右側が新幹線車両センターなんですけど、まあちょっとここはスルーですね、今日は。はい、神西に向かって歩いていこうと思うんだけど、新潟市東区の、ね、東新潟駅の近くに来てるんだけれども、思ったより雪ひどいんだね、こっちの方。僕はね、こっちの方はね、ちょっと生活圏ではないのでね、めったに来ないんですけれども、想像以上に雪があるんでちょっとびっくりしてます。こちらのね、跨線橋を、渡って、その向こうのね、方に行くと、神西、新潟新幹線車両センターの、MAX 解体現場みたいなところに、ね、行って、 MAX はいるかどうかわからないんだけれども、いるかわからないんだけれども、これね、ここ歩いていくんだけど、これもし車が来たら雪の中にね、突っ込まなきゃいけない感じになりますね。私普通にスニーカーで来てしまいましたんでね、ね、こんな感じ。雪の中に足突っ込みたくない気持ちはすごくある。車来ないでほしいなと思いながら、この、スロープ駆け上がっていくといった感じになります。久々に来ました。2022年初の、この跨線橋。これ名前なんてんだっけな、これ。跨線橋って呼んでるけど、なんかまあ名前があるとは思うんだけど、ちょっとわかんないんだよな。あ、マックスが見えてる。あ、もうここから見えた。ここから見えてる。一応ね、これ携帯電話で今撮ってるんだけれどもね、ズームが効かないんでね、いつものこの非常に映りが悪いね、っていうとこの JVC に文句、申し訳ないですけど、この JVC のカメラは非常にね、これちょっと映りがあんま良くないんですよね。もうはっきり言っちゃうけど、だからね、スマホの方が綺麗なんですよね、はっきり言ってね。なんで、まあ、これでね、とりあえず、まあ、撮っていくんだけど、ズームが効かないからね。わあ、マックス久しぶりに見た。すごく電車に詳しい友達のね、サクちゃんってね、何度か僕一緒に動画、ね、こう撮ったりしてる、ね、子がいるんですけれども、サクちゃんの話だと、去年暮れにね、教えてもらったのは、P13 編成が解体線に入って、多分解体終わるような感じだったから、あと残すところ P17 編成、括弧82、P82 って書いてあったんだよね。なんで、どっちなのかな?P17 編成なのかもしれない、あれが。もしかしたら。ああ、いました。わかるかな?見えますかね?ちょっとズームがね、あまり気がして、風がちょっと強い。そして、129件。いつものやつが呼んでてきましたね。こんな感じ。そして、あれわかりますかね?久々に来ました。先頭車両がいるね。わあ、マックスいた。あれがもしかしたらその P17、要は最後の車両なのかもしれない。もしかしたら。P17。P17 って書いてあるのか、カッコ82って書いてあったから、82って書いてあるのか、ちょっとわからないんですけど、その辺の詳しい話は。とにかくね、今ね、この跨線橋のところ、ここですね、いつものとこ、何度もここ放送してるんですけど、ここから見えますよ。新幹線 MAX のね、あれ、ね、まあ、残念ながら、あそこ解体のね、する場所らしいんですよね。なんでもろにね、壊してたりすることがあるんだけれども、とりあえず今日はね、作業はまだしてるんだかしてないんだかわかんないですけど、あー、でもなんかあのマックスの後ろ側であれが動いてますね、重機がね。ちょっともうちょっと近づいてみましょうか。はい、とりあえず跨線橋の今真ん中あたりですね、中央の付近。まあ、ここはね、思ったよりね、ほんと雪があってびっくりしたけれども、ね、貨物列車のターミナルになってるんですよね。線路がめちゃくちゃいっぱい。僕ここめちゃくちゃ好きな場所なんですけど、ね、
台車ね、コキっていうんだけど、コキがね、ずらーりと並んでて、で、コンテナヤードがね、あっちにある感じ。非常に僕はここ楽しい。ね、見てるだけでも非常に楽しいコーナーでございます。そしてこの真ん中あたりから見るね、マックス、いましたね。ね。本当はね、望遠の効くね、一眼レフとかで撮れれば一番いいんでしょうけどね。なかなかこれが。ね。編成はちょっとわからないけど、もっとギリギリまで近くまで行って、ね。ズームの効くこのカメラでね、まあ、アップしてみて、見えるかどうか、編成が。まあ、おそらく P17 編成、82編成、どっちなのかわかんないけど、それだと思うんですけれども、ね、今こういった感じでございます。ここからもね、ちょっと望遠レンズでね、望遠レンズというか、ね、ビデオカメラ、ホームビデオカメラでね、これ60倍ズーム効くんでね、一応撮ってみようかなと思います。60倍ズームで寄っていきますよ。非常にね、気をつけてるんですけど、手ぶれがね、どうしてもしちゃうんすよね。残念なことに。なかなか難しい。ここか？こっちか。わかるかな？あれ P14 になってる ?14 っぽい？あれ P14 だね。あー見えた P14 だ。あ P14 がまだいたのか。ちょっとこの辺はカットしながら、手ぶれがひどいんでカットしながらの編集になりますけれども、今こんな感じですね。ちょっと映り悪くてすみません。この辺はそうだね、解体の作業をしてるんだと思うけど、とりあえず原型はあるね。とりあえず原型はある状態。そしてこの辺の中間車両も444かな。いやー映りが悪いね。数字が見えないね。残念ながら。どこだろう。ちょっとこの液晶画面では判断つかないですけど。おそらくね、向こうのほら、ね、重機で壊してんのかな。わからないね。ちょっとその辺の判断はつかないけど。数字がいまいちわからないか。あー手ぶれする。ちょうどこの隙間からね、窓が見えるんだけど見えねえかな。あそこちょうど編成書いてあるとこですよね。あー P14 だ。わかる。14がいるんだ。あー手ぶれしてすいません。ここからちょうど窓がね、この隙間から曲がるんですよね。こんな感じ。どんなですかね。やっぱりホームビデオカメラだと手ぶれがすごくてね、なかなか。そして、今ね、ここ一番端っこですね。端っこ。これから、こっから右はね、JR 構内でね、関係者以外立ち入り禁止です。行けません。行けないんでね、残念ながらちょっと行けないんだけれども。こちらにね、ある、有害車庫って、屋根がついてる車庫ですね。この中にね、あれマックスじゃねえか、あれ。あれ車庫の中マックスだよね。あれ走れる状態の、その要は P17 がまだ多分原型そっくりそのままの状態でいるんじゃないですか、あれ。ちょっと暗くて分かりにくいんだけど、いつもながらね、ここはね。でもあれマックスですよ、あのシルエットは、おそらく。ちょっと風が強くてね、風切り音入っちゃってるかもしれないけど、あれマックスですよ絶対。マックスっぽい。肉眼の方が分かりやすいな。でも、外はねすごく寒い、風が冷たいですよ、ね、ちょっとビデオカメラでも撮ってみようか。もうちょっとアップできるんで。はい、
例によって映りが非常にね一気に悪くなるんですよね。これは結構まあね時が経つというかそんなにめちゃくちゃ古いわけじゃないですけどこのビデオカメラ、やっぱりあんまり映りが良くないですよね、残念なことに。この辺かちょっとファインダーからはいまいちわからないけどこんな感じ。これマックスでしょ、どう見てもマックス。まだ大丈夫な状態のやつがあるんだね。てっきりもうなんか全て解体線入っちゃったと思ったけどこれマックスだね、絶対いいじゃないよねこのシルエット。ちょっとねあのカメラの液晶画面では若干わからないんですけど、おそらく後でパソコンで見たらねはっきりわかると思うんだけどこれマックスだね、マックスと思う。あーいるんだね。あーちょいちょいこうやってなんか場所入れ替えたりするからね、走ってる状態のもいつか見えるのかもしれないね、通ってれば。あーマックスいる、なんかイベントやってくんないですかね。乗りたいですよすっごく。これわかるかな、これが17編成だね多分ね、これが P17 なんだと思う、おそらく最後の1台ですね。どうですかねこれね、今のビデオカメラの今映像を挟んだけどどうですかね、わかるかな。スマホの方がやっぱり圧倒的に映りはいい感じはしますよね、こうやって見るとね違いが。あー神西って呼ばれてます新幹線車両センターね、向こうが解体線と呼ばれてる場所なんて、あれはちょうど P14 編成だったけど壊してる最中の状態ですね。そしてこっちはね解体線ではないんで、おそらくマックス原型の状態、あれが P17 編成だと思う、おそらくこれですね、マックスだねきっと。そしたらね今度ねそこのちょっとくぼみのところからね、解体線の方が見えるんでね、そこから見るとこっち側のね先頭車両もどうやら見えるっぽいんで行ってみます。はい、こちらね管理士側から登ってくる方のこのすれ違うためのねちょっとくぼみがあるんですよね、ちょっと道路が広くなってるところ、ここからも実は、解体現場が見えて、そしてこんな感じ、わかりますかね、ほらフロントのねあそこのノーズ外してあって、開けてあってですね、カプラーが、カプラーというかあの連結器が見えてるような状態のものですね。わかるかな、先頭車両がこんな感じで見れるとはねちょっと思ってなかったんで、すごく今日はラッキーでした ね。 P14 編成ですねあれはね。いたーねー、そしてねおそらくマックスが入ってるねこちらの方はね、中はちょっと絶対見えないですよね、残念ながら ね。あの人たちはよく見えるんだろうな、なんかあの作業員さんたちめちゃくちゃ羨ましいですね。はい、ここもねじゃあちょっとあれですね、ビデオカメラで寄ってみようかな、ね、編成はおそらく14編成で間違いないと思いますね。こんな感じね、マックス1月24日の時点では、ね、P14 編成解体中で、おそらく、車庫の中には P17 編成がいるような感じになると思います。まあ、ちょっと手ぶれがね、手ぶれがどうしてもしちゃうからズームは効くんだけどね、どうしても手ぶれがね避けて通れないというか。あー編成書いてあるの向こう側だっけな、向こう側だよね、はい、うわーかっけー、あー見えましたね、寄ってみますよ。ちょっとあんまりズームするとね手ぶれがひどくて、14ですね、あ14だね、あかっこいい、かっこいいです。残念ですね本当に、なんとか取っとけないもんかなと思いますけど、ね、P14 編成はまあ今月いっぱいぐらいかかるのかな多分ね、まあガシャガシャ壊してる現場はね見たくないんで、まあねとりあえず今日やってなくてよかったけれどもね、
まあやってたらやってたでね、やっぱりどうしてもね画像として抑えておきたくなっちゃうから撮るんだけれども、今日はねこういった状態ででも、まあ、整然ととりあえずねこうどっしり構える P14 編成を見ることがねできたんで、まあ良かったかなといった感じでございます。はい、スマホの画像はやっぱりねこの色の出方がね、なんかすごいビデオ、ホームビデオの方はくすむんですよね、色がね。ピンクとかもはっきり出ない感じの、なんていうのかな。ね、やっぱこっちの方が綺麗ですね、やっぱりね。はい、そしてまあ、念のためというか、あっちの方のね、あそこは整備する車庫なのかな。一応見てみるけど。ああ、でもこっちは全然いないのかな。こっちはね、ほぼね、見えないんですよね。これ、ファインダーからも見えないし、いないかな。ほぼわからない。なんかいるのかな。全然見えないね。まあ、マックスはさすがにいないと思うんですけど、風が強い。マックスはいないと思う。新幹線自体がいなさそうだね、こっちは。全然。風が強いね。俺、新幹線違うか。ああ、手ぶれする。こっちはわからないね。全然見えない。見えないね。最後にもう一回だけ撮っておきたいとこだけど、どうなんだろうこれ。マックスだよねこれね。いるんだね。17編成だな。液晶じゃ分かんないけどマックスだよね多分ね。どう思う？なんか作業してるっぽいんだよね。フォークリフトっぽいね。なんかフォークリフトで作業してるっぽいんだよな。これは P14 ですね。こっちはあれだね、これ外して開けてないね、ここね、蓋。なんていうんだっけあれ。まあ解体されるんだろうな。なんかこの辺機械が入ってんだよね。あー、グリーン車。まあ見れてよかったか。あー、ちょっとピンボケるね、やっぱりぼやける。まあ今日はこんなところか。また来ようと思いますね。走ってるとこ見たいね。あれはもう走れねえんだろうな。あっちから壊してんのかな。残念ですね。何両で繋がってんだろうな。ちょっとね数字が見えないんだよね全然。非常に残念です。
痛々しいですな。戻ろうか、そろそろ。はい、いかがだったでしょうか。神西ですが、ここにね、マックスが、見えないかな、いるんですよ。ここに来るのは本当に、まあ、好きで、ね、前はよく来てたんだけど、今寒いからね、なかなかね、ね、そしてまあ、今日なぜここに来たかっていうとね、まあ、マックスを見に来たっていうのが一番の理由なんですけど、あとはね、新潟県はね、先週の金曜日ぐらいからか、まん延防止重点措置というね、のが発令されましてですね、あんまりこうね、公共の場所だとか、人の集まる場所、あと駅だとかね、そういうところはね、あんまりこう、ね、行くのも良くないのかなと思って、まあここならね、全然人もいないし、まあ一人でね、まあ、こそこそ撮ってられるんで、撮ってられるというか、でね、まあこういうところ、今後はね、しばらくは、ね、あんまりこの人の集まるようなところには、ちょっと行けないでと思いますけれども、ね、こういったところだとか、あと、まあ、車のところで、あ、車の紹介なんかもね、今度してみようかななんて思ってるんですけど、僕のね、愛車、古い車なんですけど、とても気に入ってる車なんでね、それもね、こんな感じで、車中泊だとか、キャンプとかできるんですよっていうのもね、紹介していけたらいいななんて思ってますけれども、ね、あとはまあ、とにかく、あまりこうね、密にならないところ、人が集まらないところをね、撮影していくしかないかななんて思ってるんですけど、また今後もね、まあ、こういった感じの動画とかもね、上げてきますんで、ぜひね、チャンネル登録お願いいたします。はい、今日はね、新潟市新幹線車両センター付近のね、古戦況からお送りしました。マックスのね、解体状況とね、マックスの、まあ、ね、残りはいるのか、どうなっているのか、ね、もう、かれこれね、10月1日ラストランが終わってからもうね、4ヶ月近くね、経つんですけれども、まだね、原型をとどめたマックスが1台、どうやらいたということでね、ちょっと安心しました。なんかね、イベントとかね、JR さんやってほしいとこですね。ちょっと今コロナがあるけれども、ね、というわけで、はい、新潟市東区からお送りしました。バイバイ。またね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。